大塚宗春2月9日台は、日本の会計学者、早稲田大学名誉教授、元会計検査委員長。2007年11月9日、総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、福田康夫と東京府小石川生まれ。1965年に、早稲田大学第一小学部を卒業し、総大大学院小学研究科修士課程、博士課程で学んだ後、助手、 専任講師、助教授を経て1980年により、早稲田大学小学部教授。その後、小学部長などを歴任。学部時代は、荒井清水、大学院では、青木修雄といった、会計学の親に支持しており、死に恵まれたと本人の体感の記念講演で、述べている。1995年から1997年には、公認会計士試験第二次試験委員を務める。 1999年から2002年に放送大学客員教授と国民生活金融高庫総合研究所長を兼職。2002年から会計検査院検査官となり一時教授を退く。2006年1月27日会計検査院長に就任。2008年2月8日に会計検査院を定年退官、早稲田大学小学学術院教授に就任し、 壮大に復帰。同年に、文部科学省、学校法人運営調査委員会委員、内閣府行政支出総点検会議座長代理にも、就任している。2010年、早稲田大学常任理事に就任。2013年2月に、早稲田大学を退官。同年の春の叙勲にて、追放大受賞に助される。ありがとうございます。